ではパート1の解説を始めます。 Many kinds of instant noodles、 ここが文の S になります。で、are sold って言われているので、sold は sell の過去分詞だから sell されているという受動態ですね。どこで sell されてるのかっていうと convenience stores 7とかですね。発音注意してくださいね。Convenience と言います。Convenience、便利という意味の単語ですね。スーパーマーケット、これはマルトとかヨークベニマルとかのスーパーマーケットですね。で売られていると。How many kinds? Kind っていうのは種類って意味だから、どのぐらいの種類かっていうと、more than 1000、1000以上の種類ってことですね。More than 注意してくださいね。何々以上。In over 80 countries, including Japan.Over 何々以上、同じですね、more than と。で、80 countries、80以上の国で、including Japan、これは、何々を含むという前置ですね。何々を含む。だから、日本を含む80以上の国で、インスタント、ラーメンが売られていると。More than 100 billion units、が S で、are so consumed、 これが V に当たります。ちなみに1 billion はいくらかっていうと10億ですね。その100倍ということだから1000億以上のユニットっていうのは単位。おそらくユニットっていう単語を使ってるのはここではカップに入ってる麺とかそれとか袋に入ってる麺とかあるので、まあ一つの単位、カップ麺の単位ってことでユニットっていうの単語を使ってます。だから1000億食以上と言えばいいですね。それがコンシューム、be動詞プラスコンシュームの過去分詞だからコンシュームされているってことになりますね。ここで言う消費されてるってことは、すなわちイートってことですよね。One of the inventors of this food、 ここまでが文の S。 Invent っていうのは発明する、この食品を発明した人の1人は、 was が V、 安藤桃福が C にあたります。安藤桃福さんですね。How did he develop instant noodle? He が S、 develop が V、 開発した、どのようにして、何を開発したのかというと、インスタントヌードルズ、O にあたります。One cold night in 1945、1945のある cold、寒い夜、1945というのはどのぐらいの年かというと、第二次世界大戦が終わった年、8月に終わってますね。それが1945年。In front of a noodle stand、ヌードルスタンドっていうのはここですね。この場所、この場所ですね。これおそらくラーメンを売ってるこの場所だから、こんな感じですかね。屋台っていうふうに分かれば OK です。屋台、屋台の前で And saw a long line of people waiting patiently for a bowl of noodles in soup。 で注意してください。安藤が S、 そうが V、 long line of people、 これが O、 そしてここに ING が来てます。ここがポイントなのでちょっと詳しく解説します。さあ、では見てください。C のような動詞のことを近く動詞と言いますね。近く動詞プラス目的語プラス ING で、 O が何々するのを見るという表現です。これは知覚動詞っていうのは知覚、人間の感覚に関わる見るとか聞く、こういった動詞が目的語を ING と取ると、誰々が何々するのを見たり聞いたりするといった表現になります。なお、テキストで言うと B の84ページに載っています。それから68ページには近く動詞プラス動詞の原型を表す表現が載っているので、このあたり確認しててください。では続きいきます。安藤桃福は long line of people、 人々の長いライン、一本の線
だから何て訳しますか、長蛇の列ってことですね、が、wait 待ってるのを見た、どんな風に patient 辛抱強いっていう形容詞、 ly がつくと副詞になるので辛抱強く待っている、文句も言わないで待ってたっていうんですね。 for は何々を求めてということなので、何を求めてかっていうと a bowl of noodles in soup、 bowl ってのは丼、 noodles in soup、 これはヌードルは麺、スープはスープですね。だからスープの中の麺、だからラーメンのことですね。一杯のラーメンを求めて、patiently に a long line of people が wait しているのを見たということです。その時代背景はいつかというと、World War II、第二次世界大戦が was already over。この場合の over は終わっているという意味の over です。by 注意してくださいね。何々までには大事な表現です。人々が待ってたのは1945の寒い時でしたね。1945の夏に第二次世界大戦が終わっているので、ちょうどこれは冬のことを言ってます。だから1945年の冬までには第二次世界大戦は終わっていたって言ってます。第二次世界大戦が終わってるから人々の大変な困難っていうのは終わってたはずなんですが、 however しかしながら people were still suffering、 suffer ってのは苦しむってことです。第二次世界大戦終わったけれど still suffering、 苦しんでいたと。Because、 なぜかというと、they is could not get、 手に入れることができなかった何を、十分な食料を。彼は心の中に言ったんですね。He said to himself、 心の中に言ったと。True peace、 真の平和、戦争が終わったら平和が来るけれど、まだ本当の平和は来ていないと。で、そのうちいつか来るだろう、真の平和が。Only when、 何々な時のみ。どんな時かっていうと、人々が have、 十分な食べ物を持つ時だけ、真の平和が来る。まあ、人々が十分な食料を持った時になって初めて真の平和が来るというような意味ですが、ここで質問です。この時は1945年の冬、人々は十分な食べ物もなくて苦しい生活をしていた。安藤桃福さんによれば、それは真の平和ではないって言ってます。さあ、そこで彼は真の平和が来るだろう、未来のこととして will come と言ってます。ところが、現在は人々は十分な食べ物を手に入れてないけれど、人々が十分な食べ物を手に入れるとき、未来において真の平和は来ると言っているので、本来はこのハブは will ハブじゃないとおかしいということですね。なぜこれハブなんでしょうか、現在時制なんでしょうか。はい、ぜひですね、あのクラスルームの方に書き込みであげてください。それでは、パート1の解説を終わります。